するしない。どうも、稲田愛子です。 MJ シーズン24回戦となりました。で、そろそろ周りの大人たちが3番をやれと、4番ではなく3人でやれという指示が入ったので3人やりたいと思います。でね、問題はね、サンマが下手ってとこなんですよね。瞬通ばっか残したりするからね、そこ気をつけながら、早速今シーズン初のサンマにチャレンジしたいと思います。はい、0.5 秒で3人集まりました。さすが、4人でも待たないのに3人なんか待つわけない。よろしくお願いします。マットが青だね、サンマね。なんかみんなアバターかわいいなぁ。ああいうのに変えたい、私も。おお、手がよく感じる。サンマあるある。高い手が狙えそうですね。トンが統一でソースがいっぱい。染めよう。すぐ染める。何でも染めるよ。あー、もう全然いらないこんなの。全部切ってこう。早くもリアンシャンテン。掃除の形がいいですね。小山さんと土田さんですね。よろしくお願いします。ポンします。トンポン。いきなり仕掛けていった。これで大変楽になりましたよね。一通でもいいし、赤が来たっていいし、ドラが来たって嬉しいし、急速ポンはちょっとやだな。ペイはしょんぱいなのでね、とりあえず様子見で。ペイもね、役配になります。おりゃあ、そう来た、熱い。ローソーない。ローソーあと1個。トイメン、ソース嫌い。ペイ切っちゃお。ひなた、ここは仕掛けるのか。サブロッソーテンパイ。自分の目から5枚見えのサブロッソー。ロン。あ、横移動で終わった。これは思わぬ失点。何、もうローソー、ローソーもないし、あ、先点だった、全然大丈夫。横移動。トン2曲、ドラは何、プレイヤーは何茶です。泣きを覚えたからね、泣くという行為を。タミ茶です。ウーシャンテンだよ。サンマでウーシャンテンって悪くない。あー、ここ何、4、5、6、7種、やらないよね。国士やらない、やらないけど、ピンズで染める ?5 枚あるから。でも何のドラが1枚なんて形が悪いんだろう。ひなた、これで一歩前進。サンマでしょ。ピンズの形がいいですね。ピンズの形がいいとか言ってる場合じゃないですよ、さん。圧倒的に悪いですね、だよ。まだ4シャンテン。なんか重ならない限り全然やる気起きないんだけど。誰が一番最初に仕掛けるのか。仕掛けられる牌もないよ。神ちゃん、ここで噛んだ。シンドラは言いそう。初の大民間だ。へえ。なるほど、なるほど。ひなた、手が進んだ。方針が定まってきましたよね。なんかさよならする形はあんまり嬉しくないな。なんか怖いし、みんな。まあ、ゴリゴリしてくるじゃん。ここはスルー。うわ、早いですね。しかもなんか高いですね。ほら、もう上がっちゃったんだ。初ドラさん。あ、なんかここにあったんだね。そりゃ高いわ。親が満願ですよ。サンマって負担額が大きいからな。トン2曲、1本場、ドラは数層、プレイヤーはなんちゃです。なんちゃ。プレイヤー何を引いてくるのか注目ですよね。4シャンテンでなんかよく、あー、ドラドラになった。ちょっと自敗は重ねたいね。逆敗。ドラ来い、ドラ来い。ペイ、ペイも逆敗。マーが静寂に包まれている。ピンピン切っちゃおう。チュンも出てきたか。ドラ出てきたらポンしよう。アグレッシブドラさん。いやー、いいですね。ちょっとね、ひなた、これで一歩前進。見えてない。ここから何を引いてくるか注目ですよね。そんな年頃。おー、チュンが統一。ひなた、波が来ている。ここからが腕の見せ所ですよね。おー、なんか形が悪くなってきた。赤ウーピン切っちゃうぐらいよ、神茶さんがさ。国士、国士にしては、国士にしては9ピンが早いんだよな。チュン切っちゃおうか。
誰が一番最初に仕掛けるのか。並べちゃおう。いいシャンテンだ。上がりまであと一息です。リーチ。おっと、ここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これはピンチだ。これはピンチよ。突っ張っていった。リャンピン2枚見え、ウーピン1枚見え。普通こういうの当たったんだけど。追い抜きはな。さあこの範囲に反応するか。ポン。あっと、ここひなたテンパった。泣いちゃった。あら、いい町だね。これは思わぬ失点。チートイツだ。まあ、うまく打たれてしまいました。はい、リーチチートイツ3200。なんか渋いな、ハンマ感がないな。私今プレイヤーは親です。親番が来ました。現在のトップは神茶です。ここはトップ目からの直撃を狙いたいです ね。それでは対局の模様に注目しましょう。サンシャン天の割には形が良くない。トラウーピン、キューピン切って、トンカーペイのトイツは逃したくない。トンコイ。ここはドラを引いた。まあピンでいいかな。トンが1枚出てるのか。シュンチャンパイが押し寄せてきている。トラペイカでいこうかな。あっという間にイーシャンテンだ。ハニャンピンでもリーチ打つよ。ハイパイですよね。本当ですよね。サンシャンテンがかなり良くなりました。おお、初ポンかな誰か。あ、違った。誰か持ってそうだったけど違った。場が静寂に包まれている。テンパレ、私テンパレ。さあ来たー、リーチ。リーチ。さあリーチだ。すごい自然な手配ですね。 あら、ここ一発が消えました。これで一発は消えちゃう。おお、ニャンピン、ロン、リーチ、イーペーコ、赤、まあ、赤じゃない、ドラ。びっくり仰天、あっという間でした。お見事。ウラロラ、ない。ナ。いや、やっぱり目まぐるしいな、3人は。ドラは Q1、プレイヤーは親です。親ぞっこ、チュン、ドイツ、ソースが多い形。これは染めよう。果たしてこの曲をすぐ染めるから。できるのか。何でもすぐ本一よ。止めるのが正解なのか分かんないけど。場は膠着状態だ。え、さあこの範囲に。ここはスルー。チュンを引いた。おー、チュン。ひなた、波が来ている。方針が定まってきましたよね。チーがないから。あ、B1 も来てくる。いきなり仕掛けていった。おお。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ツモが噛み合ってますね。おお、嬉しい。これも、はい、ソーズが伸びると見たんですね。ここも我慢した。ここでも仕掛けない。急走かな、とりあえず。ひな、テンパった。あらららららら、こっそり吐く。自敗がさ、絶対的にいいのかよくわかんないんだよね。急走場に1枚、ハクはドンパイでしたね。ひなた、上がりきることはできるのか。コンコンチューンで1万2000あるので、リーチ打ちたくないけど、三面ちゃんのね、変化とかすると。各社相手の出方を伺っているのか。ハクタンキルモーダー、リーチ。おっと、ここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。残像なら先に上がった。これは底面の現物ですよね。あー、しかも残像でローニアス。これは思わぬ失点。超えぐい。撃たれてしまいました。1000残像、1000点はいろいろついて3000点になったの。いや、今の残像短期だったか。いや、絶対しないな。1233だよ。だって厳しいね。現在のトップは神茶です。ここは難一曲の直撃を狙いたいですね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。ひなた、これで一歩前進。2500点差。ここさあ、ここはスルー。泣かないかな、これ。今回ね、赤嘘があるんで、ピンズで染めはしないかな。重い空気のまま場が進行している。ちょっと様子伺いながらやろうかな。誰が一番最初に仕掛けるのか。ひなた、これでリャンチャン。さあ
ここも我慢した。ヒュー、ペーはギリギリまで絞るかな。どうしよっかな。ピーピンドラ引きたいな。あ、パーピン欲しいやつだ。あれ、間が静寂に包まれている。パーピンでこの間はなんかおかしいよ。パーピンないんじゃない。ちょっとパーピンないんじゃない。ピーピン切っちゃう。ペー泣くわ。最後のペー泣きます。薬杯。はあ、もう泣けない、もう泣けない。行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これは対面の現物ですよね。か、神ちゃん、おー、大民館流行ってるのね。大民館、ひなた、いいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。いや、いいシャンテンですけれども、チーピンなんて打てる牌じゃない気がしますけど。打てるんですかこれ。手打てないでしょこれ。バニツマ、おーっと、トイメン、これは強烈なツマ上がりだ。レンチャンですよ、レンチャン。あっ、おー、ハネマンは痛いよ。おやっぱね、私がやらなきゃいけないのにみんながやってくれてるな、これ。何一曲、一本馬、もう二人4万点超えてる。2万点でラス。ここからどのような手になるのか注目ですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。ドラもね、赤もね、なんなら何にも残ってね。早くもリアンチャン点。方針が定まってきましたよね。もうちょっとどうすんのよ。トンあんこですけれども、もうこれは役にならない牌だし、お安いんでしょみたいな、ほんとそんな形。場は膠着状態だ。2アンコか。ここはドラを引いた。ドラを切ってる人がカミちゃんにいますけどね。リアンスを切ってチートイツか、数アンコを目指せばいいんだ。そしたら高くなるね。9ワンいい待ち。リアンピン、赤ウーピンが来るかもしれない。重い空気のまま場が進行している。今日は心配か。切っちゃおうかな。誰が一番最初に仕掛けるのか。おお、チュン、ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。はできたと。あとはチートになるか。あっと、オヤリーが入った。プレイヤー行くのかな。親のリーチには打ちたくないな。これはトイメンの現物ですよね。突っ張っていった。あーわ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 ー、もうやめたいよ。もう撤退したい。もう世の中さよならしたい。ここはスルー。パスは安牌ですか。おっと、トイメン、軽快なつも上がり。レンチャンですよ、レンチャン。リーズもテンパね。はぁ、お強い、お強いのね。何一曲、日本馬、ドラはトン、プレイヤーはシャチャです。あ、現在のトップはトイメンです。結構いい形来た。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。じゃなくてもいい、加点したい。なんて言ったってラス目。ここはスルー。何キロ。あ、ちょっといつ。あ、もう悔しいな。マジョギューか。ひなた、これでリャンチャン点。ここから何を引いてくるか注目ですよね。E1 どこ、何 E1、 何今の。まシャアはギリギリまで絞るかな。シャア重ねたいんですよ。シャアチャですもん。あっと、ここで仕掛けていった。9ピンいらない。9ピンも怖い。なんかもう怖いよ、驚きよ。そうそう、あ、これは嬉しい変化じゃない。いい装置で一体どんなドラマが待ち受けているのか。シャアか。おお、なんかちょっとまた違う形になってきましたね。スーソーが全見えか。キュンを引いた。ひなた、あっという間にいいシャン。え、トイメン、ここでパンダ。シンドラはチーピン。すごい、シンドラチーピンじゃん。もろのったね、トイメンさん。恐ろしいわ、もう本当に。なんだよ、ドラヨンを見せつけられてる私。ストレートに引いた。スーアンコを見ようか。こうしよう。スーアンコを転敗だ。ここは上がってほしいな。お願いします、お願いします。あー怖い、恐ろしい、怖い。神
神ちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。ね、なんかすごい、もうやばいんだけど。神ちゃん、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。三層ウーピンの。曲がり切ることはできるのか。三本待ち。神ちゃん、ここで噛んだ。シンドラは言いそう。ちょっと待って、なんかおかしいよこれ。なんかおかしい。ドラが被ってしまった。こんなはずじゃなかった。なかなか上がることができない。怖い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 。初めての役漫画見たい。トイメン、慎重に。あ、嘘だ。嘘、なんか嘘。このまま流局した。え？神ちゃん、またも想像を仕掛けた。またも想像を仕掛けた。仕掛けた。積もったー。役満点だ。やったー。どえぐいわー。ありがとうございます。これでトップに浮上しました。イエーイ、トップに立ったよ。ダンダスからトップに立ちました。プレイヤーはなんちゃです。うわ、まだ終わってないからね。まだ何にで次のハイパイ、今ウーシャンテンからスーシャンテンになってから。手付ける上がりでしたね。何これ。それでは対局の模様に注目しよう。あー、イワポンだ。ここはドラを引いた。怖いよ怖いよ。ひなた、ちょっと待って、親に泣かせすぎじゃない？でも手がいいんだよ。泣かせんなって言われても今困るよね。神ちゃん、ここは統一落とし。ただただ、ちょっと待って、2万6000点差とかすぐにまくられるやつだから、私知ってるから、この怖さ。ひなた、これでリャンチャン点。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。ハイパイとはえらい違いですよね。初取ってるはず。入って取ってないわ。各社どのように打ち回していくのか。さあ引いた。うわ、役がない。ひなた、テンパった。おお、怖っ。ローソー、ここはスルー。シャンポンに変えようかな。チュンデロンができる。流れた。ツモー、ツモー来た。素晴らしい引きを見せた。守りゲーバトップ取れる。もう何も言うことなし。ひなた、勢いが止まる。止まる勢いがというか、もう今心臓痛い。ちょっと待って、トップ目じゃない？58300。ドラはパーソー、プレイヤーは親です。この試合の、さあ頑張れ。最後私、いよいよオーラスを迎えています。役杯の統一になるのが嬉しいから、ここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてトップを守りきることができるのか。テートン、キャンピン、重なれ重なれ、違うのが重なった。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。あー、トンカ重なったよ。最小小最小小。あー、ソーズは伸びないと見たのか。さあ、この範囲に反応するか。ポンしちゃおう。パーン、ポンしてトンパック。テンパった。泣いちゃった。あらー、今日はね、上がれない方だから、いらない。各社相手の出方を伺っているのか。もしリーチが入ったら、上がれた。神ちゃん、これは痛い。見事、もう何も言うことなし。いやー、強かったですね。ひなた、まさに大勝利。3番終わった。トップ取りました。なくね、え、何？ 2 回なの？え、じゃあ何？ 6、8回だけってこと？え、2回なの？役満出てこの感動の薄さになってしまうの？本当にそれでいいの？せめて5回だろ。さあ、というわけで今回は3万トップを取ったので、6回プラス役満がなんと2回しかプラスにならないということなんで、合計8回、全部で8回今回は回したいと思います。なんかハネマンコンスタントに出した方がなんかよくねって思っちゃいますよね。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8。
というわけでいきましょう。ビンゴ22番。あるよあるよ、イエーイ。全部開けたいくなるで、こうなってくると70番。あるよあるよ、ちょっと引きがいい。プロクイーン取ったからかな、引きがいいな。36。あ、さすがにね、なかったです。調子乗りました、安定しよう。謙虚謙虚謙虚。6番かな、これ9かな、9なし。やっぱほら傲慢さが出たから全然ないのよこれ。次19。ほらないよ、やばいやばいやばい。邪念があるからいけないんだよ人として。51番、いい数字だけどないね次、よいしょ、謙虚な気持ちで。14番、ない、全然開かなくなってきちゃった、こんなに回したのに。14、最後は50番。お、ありました50番。やっぱりね、いい清らかな気持ちで見ないといけませんね。こんな感じです。ビンゴにはなってませんですけど、何個開いた、3つ、3つ開いたかな、穴いっぱい開いてきました。さあ、というわけで皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。